はい、どうもクイズの研修長の伊沢です。ライターの川上です。本日はチャンネル登録5万人突破おめでとうございます。めでたい、めでたい、すごいですね。はい、本日の企画は、はい、登録者5万人記念過去動画イントロクイズです。ほう、イントロってさ、はい、どうもクイズのまあ確かにならません、まあ、本来の意味で言うとそうなんですけどまあ、最初とは限らないです。ああ、ね。はい。クイズノックチャンネルの、はい、の過去の動画のごく一部を音声だけ流しますので、つどの動画なのか当ててください。動画のタイトルはまあ正式に書かなくても、なんとなく企画が伝わるので、はい、正解といたします、はい。俺が出てるやつみたいなんで。それはダメです。ほぼそう。一発で解けたら3ポイント、はい、ロングバージョンで解けたら1ポイント獲得、はい。はい。では、第1問です。はい。イントロドン。ドラゴンわかんねえよ。え？ 3 人ぐらい喋って気すんだよな。誰がいるかもわかんねえんだよ。クワッカに聞こえた。クワッカなんて言ったことないですよ。俺も一回も言ったことないね。はい、では、よろしいでしょうか。はい、2人ともオープン。一致しましたね。判定は不正解です。ロングバージョンはこちら。トランプだトランプ、確かに。なんでここで出るんだよ。はい、ではオープン。フラッシュ記憶と都道府県。そうだから、みんなで順番に思い出せます。最初のやつって川村さんが振った時の。そう、はいはいはい、あったーみたいな、高橋が思い出したやつだ。はい、ということで皆さん正解です。なるほど、そうだ、忘れてた。これトランプだむずいっすね。1問目からこれちょっとだいぶ幸先悪いっす、ね。普通に難しいなと思って。第2問、イントロドン。これは分かった。これは分かった。これ一番特徴的なやつかな。1問目これ来ると思ったマジで。これすっごい分かりやすいですね。それではいきましょう。クイズファンなのね。オープン。東大主のオフショット、はい、東大主未公開新集ということでお二人正解です。いえいえ、まあこれはね、特徴的なやつですからね、うん、すげえ、まあ、2人ともめっちゃ引き笑いしてるこれ本当にイントロだもん、確か。確かに、そう、これでカチッって始まる。そうですね。では、第3問イントロドン。1万600人ぐらいです。1万600人ぐらい。1万600人ぐらい。え、今のって伊沢さんの声じゃないですか？ん？いや、うん、俺の声だと思うけど。1万600人くらい。もう一回聞けます？ 1万600人くらい。全然わかんない。もうそれしかヒントがない。他に誰かいるかどうかもわかんなかった。確かに。はい、ではお二人オープン。伊沢さんが勉強法を3人で語った20万再生のあれ、ああ、一番再生されてる勉強動画が流れてる。そう、勉強動画流れてる。僕も1万600人って言ってるから、あ、登録者が1万人に行った動画で1万600人ぐらい行ってたんじゃないかな。なるほど、これだ。判定は不正解です。え、そう、これじゃないの。これじゃないの。そもそも1万人記念はありません。そう、だからない気がしたんですよね。ないんだっけ。じゃあロングバージョンで聞いてみましょう。はい、どん。1万600人ぐらい。おお、じゃあ1万点取りなければ。ああ、だって俺これいなそうだもん。オープン。はい、ツイッターのフォロワー数で芸能クイズを、鈴木とやったやつ。正解です。あ、やった。そう、1万600人くらいって俺のフォロワーのことだな、当時の。そうですね。あー、見てたわ。知ってるやつで。結構好きなやつ。結構好き。第4問。はい、イントロドン。終わったわかんねえ。笑いしかなかったぞ、また。川村さんの引き笑いが入ってたらね、間違いない。はい、お二人オープン。伊沢さんが筋肉声優クイズで。それだ、立てっこ動物ゲーム、なんか。そうだ、あ、そっか。終わったみたいなこと言ってなかったかな。言ってる言ってる。だから、クソみたいなの引いちゃって終わったになるんだ。不正解。あ、そう、それじゃないの。違うか。俺、川上が書いたやつ全部正解に思える人。はい、ロングで。ロングバージョンです。終わった。全員集中できてなかった。全員集中できてなかったって俺が言ってる。自分で言ってますよ。全員集中で、だから
終わった回でしょ全員集中できなくて終わった回全員集中できてないシチュエーションが動画を撮ってる時もあり得るんですかこんなに盛り上がる あったかもしんない、これあれじゃないこれあれじゃないお二人、オープン伊沢さんはあるなしクイズで、赤井さんがアハ動画、うん、そんなシチュエーションあったっけこれ、川村さんが目つぶってた回があったんですよそれで目開けたら終わってたっていう回があったはずなんですよだから最初と最後だけ見ればいいからっていう話をしていて川村さんが目を開けたら終わっていて何もわからなかったっていう回があった気がするんだけどはい川上さん正解ですそうかいや俺全然なんか言われてもピンとこなかった終わった終わった全員集中できてなかったそれでは第5問はいですイントロドンうわあと1問やんけあと1問やんけそうだからシチュエーションを思い出せるんだけど何の動画でこれやったのか思い出せないシチュエーションめちゃくちゃ思い出せるこれだったかなこんなシチュエーションの動画これしか思い出せないはいそれではオープン伊沢さんがハンドスピニアで加賀井さんが 2.4 秒クイズ何十問か正解しなきゃいけないとこで僕1問足りなかったんですよ正解数がって動画があったんだけどそういうタイプの動画はハンドスピニアしか思い出せなくてあれれれってなって判定は伊沢さん正解ですあよかった合ってましたねはいそ そういう動画それしか撮ってねえ気がしたんだよなうわあと1問やんけマフィーの補足もったいないですね今のじゃあ続いてまいりましょうはいイントロドンあーやべえやべえちょっと最後やべえうんこれは分かった俺それではお二人オープン 2.4 秒これはこうでしょこれが 2.4 秒クイズでしょ正解ですこれはねうんそうかそうだけどこれ最後やべえっつって最後川上追い上げられて俺正解数が分かんなかったからやべえと思った回ですねあーやべえちょっと最後やべえ微妙微妙微妙はいでは、はい、続いてまいりましょうイントロドンはは不可能よいやなんか正解俺これだと思うんだけどな正解音が鳴って笑うっていうのは珍しいシチュエーションではありますよねこれ川村さんじゃないこれはいそれでは2人オープン関係を VS 伊沢のボリューム1カガイさんが教えてクイズあれですね、あのミラクルミミカを川村さんミラクルミミカを言っちゃった回かな俺小林の笑い声だと思ったんだよね判定は川上さん正解ですあーそうか高人クイズ、だからこれミラクルミミカのくだりですそうですそうやっちゃったいや何を言うとるんだろうこの人はと思ってあと3問はいで、今11対10ですね競ってますね競ってますねそれではいきましょうはいイントロドンこれは最初笑ってたの誰だ結構こういうタイプのリアクションしてんのなここだけ撮ると YouTuber っぽいっすね確かにいや、僕は無理ですはい、それじゃあ、オープンこれはまあこれかなと思ったのアポロシリトリこれがアポロシリトリそんなリアクションしてたっけ最後の盛り上がっちゃうとこで正解ですおー、よかったまあだからこういう盛り上がり方をしてるってことですね2人しかいないこれ言った瞬間ですね加賀井さんがシャラクって言って気づいてしまったっていう時のリアクションですねあ、はい、トロクリアクション大きいから最近だなはいそれでははいイントロドンすがええー、これかな押した瞬間に笑いがってのこういう感じだったこれかな押した瞬間に笑うっていうのはあんまりないシチュエーションでは、うん、そうですよねこれかなと思うんだけどそれではお二人オープンはいチックスパッド早押し電流来社のことですね同じですねはい、お二人とも正解ですあ、まあ、そうだよね押した瞬間に笑えるなんてこれぐらいしかないでしょなんかすごい無理な体勢で押してこうあそうです、ね、それかそうだよね多分つがどうぞ懸垂待ってくださいそれでは、はい、最終問題ですはいイントロドンあーそんなわかるかいそんなわかるそんなわかるかいわかるかいね視聴者の方でもここだけで答えられたら相当クイズノックマニアということで僕このクイズは多分それじゃないと思うなこれはだってそんなわかるかいっていう場面ないもん一応書いたはいそれではお二人オープン企業ロゴと千円札顕微鏡それは確かにわかるかいって感じだったな判定は
川上さん正解です。そうだ、それそんなわかるかいって思ったわ。それはマジでそんなわかるかい、わからんかったもん。も俺の肉眼では絶対無理なやつ。あーそんなわかるかいな、肉眼で。肉眼力とかそういうレベルじゃねえだろこれ。おい、なるほどね、確かにそれはまさにそうですね。伝説に書かれてるすごいちっちゃい文字を、うん、伊沢さんは肉眼で読まなきゃいけなかったんだけど、思ってた以上にちっちゃくて、そんなのわかるかい、うん、確かにこれはほんとそんなのわかるかいって思った。でも結構最近なのに。ということで、はい、10問終了いたしまして、17対16で伊沢さんの勝利。イエーイ、いい勝負になりました。結構いい勝負だった。結構僅差でした。分かったり分かんなかったりすんな、やっぱ、ね、うん、まあということでね、5万達成ですか。はい、ありがたいですね。これまで、まあ、出てくれた人にもありがたいし、見てくれた全ての人にもありがたいですからね。登録してくださった皆さん、ありがとうございます。この動画を見てくれた方も、ぜひ、チャンネル登録していただければと思います。これからもですね、面白かったり、ためになったり、役に立ったり、役に立たなかったりする動画をいっぱい上げていきたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。ということで、いつも通り、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、動画のシェア、コメント、質問、よろしくお願いします。これからも頑張ります。さよなら。はい、今回の質問コーナーです。伊沢さんはスポーツ得意ですか。最後にそのスポーツが得意エピソードっぽいものがあったとしたら、中学1年生でリレーの選手になったぐらいかな。それ以降はだから中学1年からクイズ研究部での活動を始めて文化系になったから、全然運動ができるって感じのことはしてないなって感じですね。やっぱ文化部にいるとやっぱ走り込みとかしないからなまっちゃうし、特に僕長距離走が苦手で、うん、シャトルランとか苦しかったな。筋力系とかね、スポーツテストはねまだまだあれだけど、スポーツテストなぜか高3だけ B だ、あとは全部 C でしたね。普通ですという感じ。質問コーナーまだまだ質問募集してます。さよなら。